はい、それでは私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日も年長さんの竹組さんとたくさんお話ししていく中で楽しい一日になりました。その中である女の子が、おでこを見せてくれて、私のおでこ広いって言っていたので、あ、おでこ広いと頭いいもんなみたいな感じで聞いたことがあったので、なんかそういうお話をこうしていたんですね。でその後にまた違う時間に、なんか中にちっちゃいもの入れてどっちだどっちに入ってるみたいなゲームをしていて、で女の子がここ手出してくれたので、こう当てることができたんですね、私が。でそしたらその女の子が、え、なんで当てられたの、すごいって言ってくれたので、先生天才だもんって話していたんですね。でそしたらその女の子が、え、先生おでこ狭いのにそれがすごく楽しいお話になりましたはい、こんな可愛いお話もしているので、今日も一日楽しい一日になりました。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。